ここが私のアナザースカイ。ロサンゼルス3日目です。2日目3日目3ロサンゼルス3日目。今日はサンタモニカ行って、ベニスビーチ行って、その後ダウンタウン LA 行ってからのパームスプリングス。イエーイ。そしておもちゃ追加、これを導入しました。どこで買ったんですか？アマゾンです。アマゾン車載カメラをつけるやつ。オッケーオッケー、レッツゴーレッツゴー。今からアボットキニーっていうストリートに行きます。でここはおしゃれな感じな、なんだろう、ベニスビーチの近くでおしゃれなお店がいっぱいあります。この感じドンドン、アンティーク系のやつとかね、おしゃれなやつとかね。まあでも結構高いんだよね。いいね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 。最初に LA 来た時にホームステイしてて、このカリフォルニアアベニューとアボットキニーの間の子のバス停でバス待ったの。やば、来ないバスをねやべえ、泣きそう。ルーツにルーツにルーツに戻ってきました。パシフィックアベニューとワシントンのところ、こベニスのピアがちょっとあります。綺麗、見えなかったけど綺麗ウィンドワードとパシフィックだね、ベニスのこの看板は。イエーイ、わーお、ベニスビーチに到着しました。こんな感じです。イエーイ。ちなみにパーキングが高くて3時間で10ドルの場所に停めました。ストリートもあるので、ストリート見つけられたらストリートに停めた方が安いです。めっちゃいいです。こっちバスケのコートがあったり、向こうにはスケートのパークがあったりします。バスケコート1、2、3面、4面あるね。4面もあります。すげー。スカッシュやるところもあります。ちなみにベニスビーチにはマリファナを買うところがあります。ただあそこはあくまでもドクターなので、処方してもらって、処方箋をもらって、その処方箋を持って違うところで実際にマリファナをもらうという流れです。で、あとカリフォルニア合法にはなりましたが、まだ完全には合法にはなっていないので気をつけてください。はい。あとベニスビーチ結構危なくて、なんかそこら辺にいる人たちがいろんなね、薬とか葉っぱとかを売りつけてくるので、それだけ気をつけてください。あと夜は危なめです。これが多分3週間後の人気インスタスポットになると思います。こうなるのかな、オレンジの、うん、ベニスビーチこんな感じでした。で、今からイネナートっていうハンバーガー屋さんに行きます。イエーイ、イエーイ。いいね、あった。これでしょ。うん、発見。ついに、ついに、ついに念願のイネナート。わお、並んでます。Good. イネナウトです。イエーイ。あ、めっちゃ空いてる。イエーイ、イエーイ、来ました。イエーイ、はい、Thank you. OK、 いいね、いいね、やったー。
やっと食べれる。やっと食べれます。ちなみにこれもらいました。どう？どう？じゃあいただきます。まずポテトからいこうかな。もうやってるんだけどね、このレビュー。まずポテトから。うめー。ポテトの質が違う。続いて今回はダブルダブルバーガーのグリルドオニオンにしました。焼いたオニオン、これがうまいんすよね。ハンバーガーいただきます。邪魔邪魔が入るんだよね、本当に。いただきます。これうまい、うん、バンズのサクサク感とビーフ、レタス、トマト、チーズ、完璧。言うことなし。世界で一番うまいハンバーガーです。マジでうまい。おいしかったね。めっちゃうまかった。イネナートマジでもう日本に来てほしい。なんか1年に1回ね、日本に来てるそうなんですが、渋谷とかにね。なるほど。してた。知らんかった。それはさておき、この帽子ですよ。よくない？タダでもらっちゃいました、イネナートバーガーカリフォルニアにしかないので、ぜひぜひぜひ、てか絶対行った方がいいです。多分2回ぐらい行くよね、この後。うん、あと2回ぐらい行きます。それくらい美味しいバーガーです。今からサルベーションマウンテンに行きたいと思います。で、サルベーションマウンテンが LA から3時間ぐらいかかるので、一旦近くのパームスプリングスっていう場所に2時間半かけて行きます。で、そこで一泊して、で、その後サルベーションマウンテンに明日行きたいと思います。なのでまずね、一旦パームスプリングスっていう場所に行きたいと思います。で、パームスプリングスは結構こう別荘地的な感じで、いろんなね、人の別荘だったり、あとホットスプリング、温泉みたいなジャグジーがいっぱいあるホテルだったり、エアビーがあるので、そこに行きたいと思います。たまたま立ち寄ったイネナウトでグッズがありました。やばいね、めっちゃかっこいい。めっちゃいいね。いいじゃん。いや、イネナートのショップがここにあって、パーカーと T シャツ買っちゃいました。めっちゃいい。しかもパーカーめっちゃ安くて25ドルです。 T シャツも20ドルぐらいです。で、見せていい？見せていい？でーでーイネナート、こんな感じ。真っ黒のパーカーね。で、あと T シャツが白のね、シンプルな感じに胸ポケット、ウェイみたいなね。これがこれと同じマーク。これいいね。いいね。いいね。こんな感じ。いやー最高。一応これね、オンラインでも買えるそうなので、わざわざ来なくても大丈夫です。ただこのショップが結構可愛いので、ぜひ来てみてください。パームスプリングに行きたいと思います。あともう30分ぐらいですけど、意外と余裕。渋滞もなくなったし、ただトイレ行きたい。トイレ